さん、おはようございます。ティンダーメイク部、キンタクです。昨日は M1 グランプリサッカー両方やってましたね。ボンとお正月が来たような感じです。まずは M1 グランプリ優勝したのは、爆笑問題、爆笑問題が所属している、大胆から、初の優勝者が出ました。ウエストランドです。確かウエストランドいいとも出てましたね。はい。確かに、ベテラン近い年齢ですけども、すごいネタですね。特別ネタ。はい。他に出てたのは、あと、さやか。面白いですね。あとは、女性芸人、芸能人、2008年以来の女性芸人、米田とか、はい。あとは、敗者復活から出た、オズワルド。令和ロマンかと思いました。ドラえもんのネタ面白かったけどね、はい。あとは、まあ、すごく面白かったの、真空ジェシカ、空中ブランコ。あとは、まあ、ロンコートダディ、キングオブコントの経験者も出てましたね。はい。総勢最多の7000以上ですよ。すごいですね。実は審査員、本来であれば、オール阪神巨人さんのどっちかと、上沼恵美子さん来る予定でした。東海道新幹線、運転停止事件が起きて、結局そっから行く予定だったけども、結局停止で、代わりに来てたのは博多大吉先生と、山田邦子さん代わりに来たで、審査員。山田邦子さんは初めての審査員です。いやー、驚きました。辛口すぎますね。はい。そしてサッカーワールドカップ、アルゼンチン優勝しました。メッシにとってはなんと全て制覇です。メッシ、はい、カット、はい、ここカットね、はい。今のあとはアルブリスだっけ、はい。まあメッシとは離れてる年、はい、若き選手も活躍あったね。得点はやっぱりパフェじゃないです。エムパフェです、覚えてください。はい、確かにフランス代表もすごかったけどもね、結局 PK 戦での末の勝利でございました。いやー、アルゼンチン本当にすごかったねー。驚きました。もしもの話だけど、日本が全部勝ったとしたら、日本が優勝したことになるんです。覚えてください。以上です。バイバイ。